木目玉種やウンドラタは、複足砂、玉貝化に分類される、肉食性の巻貝の一種。貝殻は、直径2 5トル前後の潰れた球形で、大大褐色の木目模様を持つ。蓋は、石灰質で硬い。インド太平洋の段階域の旋回砂地に生息する。和名には、貝をつけて、木目玉貝ということもある。幻覚は、 泡大色白色。生涯は体か2 0ト、mm、ル角形2 5ト、mm、ル程度になり、やや上下に潰れたような球形で、玉貝赤としては、やや薄質だが堅固。角表は滑らかで、白地に、大褐色褐色の稲妻状の縦半があり、木目模様を呈する。全体に泡褐色半透明の薄い殻側で、覆われるため、光沢がなく、地色は、 単光褐色に見えるが、殻側が失われたものでは光沢があり、地色もほぼ純白に見える。大々褐色の縦半は稲妻状に屈曲し、角底部ではへそ息を取り巻く白帯に横切られて途切れることもある。殻口は半円形で、外心は単純、内唇から軸唇にかけては直線的で丸みのある三角形のへそ柵がへそ穴側へ張り出す。 唐口内面は白色。へそ口は明らかに開くが、へそ作によって狭められるため市一条を呈する。蓋は唐口にぴったり合う半円形で、外面は厚く石灰化して白色。内面はちん室で気化し色。小線型で、角は内縁近くのやや下方にある。外面に沿って古城の溝が3本あり、角の周囲近くにも弱い古城の溝が1本あるが、 その中間域は平滑。軟体は白色淡かし色で、前足に3本、後足の中央に1本の目立つ黒い縦線が走るが、側部や上足には模様はない。前足の縁も細く黒ずむことがある。日中は左中に潜り、夜間に海底表面に入れて活動する。玉がイカの貝類は肉食性で、他の貝類を襲って食べる。その際、 口近くの先行線から分泌した酸で、獲物の貝殻をもろくしながら、施設で削って、すり鉢型の穴をうがち、そこから糞を伸ばし入れて、各内の肉を食べる。玉貝科は、雌雄遺体で交尾によって受精し、メスは、砂ワンと呼ばれる砂と卵とを綴り合わせた、特徴的な卵のを作る。温帯熱帯のインド太平洋。日本の紀伊半島以南、東はパプアニューギニア及び、 ソロモン諸島。水深40メートルまでの砂地に生息する。原記載、ラマルクが記載した、ナッティカゼブララマルク、1822という学名は、本種の新山シノニムとされるが、19世紀から20世紀半ばまで、長期間にわたって使用されたため、その間のほとんど全ての文献で木目玉の学名は、ゼブラとなっている。俗名では、ヒョウダマ族タネアが、 タマガイ族ナッティカのア族とされる場合、ヒョウダマ族タネアのシノニムとされる、ノータカツリスが使用される場合、またア族を認めずにタマガイ族ナッティカとして扱う、場合などもある。このため俗名とタネ名の様々な組み合わせから、本種は、ナッティカゼブラ、ノータカツリスゼブラ、ナッティカゼブラ、ナッティカウンドゥラタ、ナッティカウンドゥラタ、ノータカツリスウンドゥラタなどの学名で扱われてきた。和名。 森目玉は5色。マサ目玉種やリニータまとまった量が採取されない。ことから工場的な食料などには用いられず、模様のある殻が観賞用やペットの宿カりの殻に用いられる程度で、それ以外の特別な関係は知られていない。ありがとうございます。